ようございます、いつの間にか朝になってしまいました。朝っていうかもう、もう昼です。昨日あれからシャワー浴びて寝たんですけど、まあ、特に何もなかったですね。さて今日はどうしましょうかね。まあ、気が向くままいろいろの場所行ってみたいと思います。空気が刺さってます。あそこのショッピングセンターは、昨日も行きましたね。後ろ側ですか。さて今から向かうのはレッスンのほど近いこの場所、大和屋、日本料理屋さんですね。入ってみましょう。はい、中は意外に広いかな。こんな外はあんなのタイなのに中入ってるから、あんな日本が楽しめるんですね。どうした。牛の生姜焼き、ありがとうございます。ご飯の後は大きな温泉。広いですね。なかなか、ゴールまでたどり着けません。そういうちょっとな、匂いがな、ダメだな、匂いが、だんだん狭くなってきました。終わり何でしょう。どこが終点なんだろう。パタヤのあの大きい文字が見えてきました。パタヤーって、ウォーキングフリートって書いてあるのかな。もうなんやかんで言って明日帰るわけですからね。今日何しようかな。はい、今日はちょっと寒いですけど、後ろのパタヤの街見えますかね。はい、もうどうしましょうかな。今日は何したらいいか、わかんないんですけど、今船乗って島があるみたいなんで近くに行こうと思ったんですけど、船恐怖症になってしまって、船見るとなんかもう気持ち悪くなっちゃって、ここより島散々行ったからなんかもう大丈夫かなみたいな気がしてきちゃって。はい、観光案内所に着きました。後ろを見る限りそんなに曇った感じじゃないと思うんですけど、大雨です。なんでこんなことになるかなみたいな。あとね、言い忘れましたけど、これ昨日買った服ですよ。これ珍しくホテルって書いてあるんですよね。カフェじゃなくて、ちょっとそこ気に入って買ったんですけど、どうした。時計が、もう同じくなります。店内こんな感じで、まだ何時間、何分やるか分かんないですけど、暑いな。はい、さっきマッサージを置いて、ちょっと今、浜辺でのんびりしてます。マッサージするとすごいだるくなりますね、なんか。そういう薬を取れたような感じですね。なんかダラダラしちゃう。はい、まあ海とかこういう景色も、まあ散々見たので、ご飯のために行きましょうかね。仕組みが分かんないです。初めてビールだ。ビールとサラダ、他のおやつはちょっと高かったんで、夜のお店に泊まりました。Thank you.
か。